ダガー。ダガー、ダガーとは、全長10から30センチメートル程度、使用者の前腕の長さと、同程度が望ましいとされるのもロハの探検。フランス語では、ダグ、ダグエ、ドイツ語では、トルヒ、ドールチ、ポルトガル語では、アダガ、アダガと呼ばれる。なお、前述の定義に当てはまらない場合でも、モロ刃の刃物に、ダガーという商品名が付けられる場合もある。 日本では2008年の通り魔事件、口実を契機に、ダガーナイフという呼び名が報道を中心に多用されているが、ナイフは汎用の刃物一般で、ダガーは武器としての刃物の形質を示すため、本校で扱われている探検を示す場合には、単にダガーと呼ぶのが正しい。しかしダガーは、一般的には馴染みがないため、大きさの類似からしばしばナイフと同一視される。 ダガーという呼び名は、古代ローマ帝国の時代に属州だっただけや地方、現在のルーマニアにあたるの住民たちが使用していたことに由来する。現代のダガーは、日本刀の種類と比較すると小立ち、脇差しよりは小さく、担当や秘首、俗に言うドスなどに近いサイズであるが、中世ヨーロッパで用いられたダガーは、平均的なものでも刃渡りは40メートル前後に及んだ。 刺すことと投げるのに向く小さいので人体の急所を的確に狙わないと致命傷を与えられないため武器としての絶対的な威力はあまりない。とはいえ中世のヨーロッパの騎手のようにプレートアーマーで徹底的に走行された敵兵に致命傷を与える場合には通ハデッドソードやパイクなどを使うよりも相手を地面に倒して走行の隙間からダガーを突き刺す方が 効率的だったため広く用いられた。このような重装機兵へのとどめ専用に進化したダガーがスティレットである。また、重装機兵に限らず戦場で致命傷を負った品種の負傷兵にとどめを刺して楽にしてやるために用いられたダガーはセリコルでラテン語ミスリコーディア、とどめの探検、慈悲の探検とも呼ばれる。左手用のダガーの中には 相手の剣を受け止めやすい三本陣のものや、唾が剣を受け止めやすい形状になっているものも少なくない。だがはもっぱら対人武器として作成されたものを指し、対してナイフは一般に多目的切断具である。現代では、対人戦闘を主目的としない場合には、もろ刃はあまり意味がないので、日常的な用を足すための道具であるナイフの多くでは、刃は片側のみである。ただし、 ダガー型のナイフは片側に別の端付け、粗めに磨いたり角度を変える等を行うことで、鋭利な片側で繊細な作業を行い、粗いとぎの側でロープをこすって切断するなど、一本で二種類の用途に使用できるという利点もあり、ダイバーが使用するダイバーズナイフにはダガー型のものも見られる。特に、プロユース、専門家が使う道具のものでは、あらかじめ片側が のこ切り順になっているものも見られる。また緊急時には、刃の向きを確認せずに使用できる。切断用刃物としては一つの刀身に二つの刃を付けるという構造上、しのぎを刃が片側のみにある刃物と比較して狭い場所につけざるを得ず、結果、鋭角に刃を付けづらいため、切れ味を確保した刃物が作りづいという難点がある。切れ味を確保しつつもろ刃型刃物を製作しようと、 すると、刀身の表面に沿って、角度をつけず刃にする、いわゆるベタトギカ、幅の広い大型の刀身にする必要がある。そのため、研磨により消耗が早くなったり、大型になることで汎用刃物として使いづらくなるが、大型になってしまうという性質を逆に利用して、特殊部隊用に、マチェッテとしても使用できるスマチェという、モロ刃型大型ナイフが開発されている。ダガーは、左右対称。 シンメトリーであることに関連して、鑑賞用ないしコレクション用のナイフの題材としても選択される。これら鑑賞用ないしコレクション用のナイフでは、実用性よりも装飾性を重視しているが、そういったナイフもナイフとしての基本的な機能を持っているか、その機能を持たせることが可能な場合もある。各国の伝統的な刃物は、ダガー状であることが多い。 モロハ状の刃物自体は、旧石器時代から見られ、修料などに使われていたとされる。ただ、ダガーと呼ばれる刃物の登場は、制動や鋼の発見を待つこととなる。ルネサンス期のイタリア各都市国家などのヨーロッパ諸国では、御神、装飾、食事用具、当時は食べ物をナイフやダガーで切り分け、手掴みやナイフダガーで刺して食べる方法が主流で、あ、として、 ダガーを腰やブーツに刺すなど見せる形で携帯することが流行した。近世ヨーロッパの剣術の中には聞き手に、レイピア等の軽量剣を、もう片方にダガーを持ち、ダガーで相手の剣を受け止めたり払ったりしながら、聞き手の剣を繰り出す用法も存在する。この種の剣術は、スペインとフランスで特に発展した。このような使用法を念頭に作られた防御用ダガーは、 特に、マンゴーシュ、パリーイングダガーなどと呼ばれる。また相手の剣を挟み取ったり破壊することに特化した、ソードブレーカーも、こういった防具としてのダガーから発展したものである。近代になると、補助的に使用されることが多くなるが、取り回しがたやすく形態にも向くため、初期の連射性の低い銃器を使用する、銃兵等も所持していて、これが、後の銃剣に発展した。 ダガーは第一次世界大戦期の残豪戦でも使用され、狭い場所で使用するトレンチナイフもしくはその補助として徴用された。第二次世界大戦期にはダガーの一種であるフェアバーン・サイクス戦闘ナイフが CIA の前身であるオース等で使用された。現代では様々な武器の進化により本来の軍事的な用途では 核兵士の個人装備として使用されるにとまり、美術、鑑賞用や、ダイバーズナイフの位置形状として見られるようになる。日本では、いわゆる日本刀発達以前の青銅剣に、もろ刃のものが見られ、コト製度が脆い金属であるために剣としては、あまり長くできず、上に上げたケルトダガーのような短めのサイズのものも、見られ。しかしその後、鉄器と鍛造技術の発達で重く長く折れがたい。 日本刀が主流となっていく過程で、地方の採掘用傍聴や、槍ガンナなどの特殊工具、神社仏閣への奉納を目的として制作される刀剣を除き、諸派の探検は、捨てれてしまった。このため日本で、ダガーというと、もっぱら、西洋の様式に基づく刀剣内紙ナイフとみなされる。鎧の隙間から刺す武器としては、鎧同士と呼ばれる片派の小刀が使われていた。 前述の通りダガーは、そのシンメトリー性から、美術要素が見出され、愛好者が存在する。しかしながら、対人殺傷に有効であるという点には、変わりはない。2008年6月8日に発生した、秋葉原通り魔事件を契機として、事件で使用された殺傷性の高いダガーに対する規制を強化する、動きが高まり、同年11月28日に、 刃渡り5.5センチメートル以上の剣を所持、禁止対象とする、銃刀法改正案が国会で成立した。ただ、ダガーが問題視されたのは、これが初めてではなく、以前に、ダガーによる警官殺害事件や、それと同時期に、海外旅行者により購入されたダガーが、税関の持ち物検査で没収され、旅行者とトラブルになる事例が相次ぎ、 警察関係者らと輸入業者が輸入基準について協議を行った。その結果、規定以上の刃渡りの場合は規定内の長さの部分までノコギリジにした状態にし、ダイバーズナイフという名目であれば、とりあえず許可されるとされ、その輸入品が武器か否かの判断は、実際に輸入許可に携わる税関担当者の裁量に任されるとされた。なお、 これを報じた産経新聞によれば、事件前より7件で18歳未満へのダガーの販売が禁止、有害おもちゃ扱いなどされていたが、同事件以降には12府県が同様の禁止へ、9件が規制を予定している模様であるという。また、警察庁ではダガーを含め全ての諸刃の刃物を許可なく所持できなくする、重刀法改正法案を提出すること決めた。 2009年1月5日には、重宝刀剣類所持等取締法の一部が、改正後、施行され、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、ダガーなど、左右金星の形状で両側に刃がついた刃物は、原則として所持が禁止された。またこれらは6ヶ月後の2009年7月5日までに、輸出、または廃棄しなければならない。この改正に伴い、 同年7月5日までに回収ないし廃棄処分となったダガーは1万千本を超え、また、規制対象外ではあったものの、ダガーではないかとして、自主的に提出されたナイフも1万9500本に、及び一部には殺傷性が問題視され、有害玩具としても扱われる、バタフライナイフの他にスローイングナイフ、投げナイフや、スライディングナイフが含まれていたという。この本が、 販売業者側で廃棄内臭加工されたり輸出用として処理された。経済産業省筋では2007年度内だけでも約3500本の同種ナイフが販売されたとみており、警察庁ではどの程度が国内に残っているか不明だとしながらも数万本規模で残っていると見積もっている。なお警察庁側では2009年7月5日をもって猶予期間が終了したことを受けて、 不法所持を取り締まる方針であるが、自主的に届けられたものに関しては、今後も摘発しない方針だとしている。その一方、この改正に伴い用法で、密外の切除に使う密刀や火器の貝柱を切断してこじ開けるための加工用の火器向きナイフが、規制対象となり提出されるなどの事態も発生した。北海道警は2009年7月23日に、 規制対象となる1367本の両刃の5 5トル以上の刃物を回収したが、内科半数の735本は、こういった食品加工用の産業用ナイフだったという。これは刃物の形状によるもので、産業用ナイフでも両刃部分が5 5トル以上の刃物、県の提出が求められたものだが、徳島県警生活環境課では、 わかりにくいものが多いと思うので、警察署で確認を、とコメントしている。この規制では、ダイバーアッツナイフでも形状によって規制されうる。このため、先端の鋭くないダイバーズナイフが販売されている。なお製造、製作は、海外輸出用に限り公安当局に許可を取れば、行えるので、海外メーカー製品の OEM 生産やカスタムナイフ製作等は現在でも行われている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。